福山雅治です。8月11日日曜日、フナのラジオ第11回放送をやっていきたいと思います。あいにくですね、私未だに舌が痛いです。また口内炎っぽくて、いやあのね、1年ぐらい前もね、とんでもない口内炎がね、唇にできてすっごい苦しんだんですけど、ちょっと夏の恒例イベントとなりかけていますが、本日はですね、今までプレイしてきたゲームについてね、質問いただいておりましたので、お話ししていきたいと思います。今日もよろしく。さあ、というちょこれ言いたいだけなんだよな。さあ、ということで今回ね、また3本ほどね、ゲーム用意いたしましたので紹介していきます。まずは私の人生を変えた最もプレイしたゲーム、なんといっても世代中の世代、フォートナイトでございます。もう私2000時間ぐらいやったんじゃないかな、このゲーム絶対やってると思う。なんで、はっきり言います、もうめっちゃうまいです私。まあその大会とかでは勝てないんですけど、まあこの学校とかね、友達とかの中ならマジで負けないぐらい強いです。多分今見てる視聴者の方、怠慢してきてね、勝てると思います私。っていうくらいね、本当にもうずっとやってました。2018年の夏、だからスイッチ版が出たぐらいですかね、シーズン5ぐらいから、2020年のチャプター2の、シーズン3ぐらいかなまでやってたので、まあ、2年ぐらい毎日3時間は絶対本当にやってたぐらいなんで、で休日はもう朝から晩までカスタムマッチやってみたいな、いや本当にこの話をしたら私10時間は語れるよみたいな感じなので、ちょっとここまでしておきたいと思うんですが、本当にね、いい思い出悪い思い出いっぱいあるんですけれども、個人的にはね、本当楽しい思い出、特にコロナ禍のね、コロナ禍じゃないコロナ前のね、思い出が多くあるので、結構美化されつつあります。まず一つはフォートナイトでした。で、二つ目はですね、これ結構遡るんですが、スプラトゥーンですね。はい、スプラトゥーン、私よくショーツの BGM にも使っているスプラトゥーン、1と2をやってましたね。まあ、1の方が多いかな。そう、なんで1なんで2015年、6年。その辺なんで僕が当時小4とかですね、やってたの。で、もうとにかく負けまくってましたね。そう、フォートナイトとは打って変わって、年齢が幼いのもあってね、へったくそだったんですよ。とんでもなく。そうだったんで、すごい、負けて発狂して、親に怒られて、みたいなのをずっと繰り返しましたね。なんですけど、まあ、下手くそっていう原因もあって、2をね、途中までやってね、やめたんですよね。そう、確かになんかソフト破壊されたんですよ。そう。で、2022年ぐらいにまたちょっと復帰したんですけど、新しくソフト買って、でもそれでもなんか下手くそだったんで、もうやってないですね。3は買ってないっていう感じでございます。ちょっとね、スプラは苦手ですね、個人的に。で、3つ目ですね。3つ目はちょっとまた種類が違うんですが、マインクラフトですね。もうこれも私の人生の代名詞言っていいぐらい、本当にやったし、何より YouTube の動画というか、僕の実況の結構何割かはマイクラ実況が入ってて、やっぱカズさん、ヒカクラ、グッチの部屋、あとなんだろうな。ちょっとパッと思いつくのはこんくらいなんですけど、本当に世代中の世代みたいな感じだったんで、マイクラに相当育てられましたね。バージョン 1.9 とかね、よく記憶に残ってます。そう、親のパソコンでね、ずっとやってたんですよね。そう、ちょっと昔の話なんですけど、当時ってマイクラをPC 版で買うときって、とんでもないぐらい英語で難しくて、そう、本当に。で、僕 YouTube を見るなんていう頭もなかったんで、親に頑張って買ってもらいましたね。懐かしい。PS ビータとかでもやってましたね。いやー、本当にすいません。ちょっと解雇中みたいなお話をしてしまったんですが、私、ふなふなですね。通常動画をバンバン更新しております。通常動画を切り抜いたショーツも毎日更新中です。完全新作ショーツもぜひ。Twitter もやってますので、概要欄からのフォローお待ちしております。ふなのラジオは皆様からのお便りもコメント欄で募集しております。それでは今日の一言です。まあ、やっぱりゲームっていうのはね、人生を彩るいいものだと思ってるので、まあ、今怒られてる方とかもね、全然いい思い出になると思いますよ。ぜひ続けてください。
ということで今日はここまでです。また明日、バイバイ。